はい、どうも、百均です。今回ワッツに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。スマートフォンスタンド、こちらなんですけど、まあ、先日もねセリアさんの方でセリアのブランドとして100円でスマートフォンスタンド発売されてたっていうことで紹介したんですけども、今回ねワッツ行ったらまだ同じようなスマートフォンスタンドが売ってたんですけど、こっちワッツさんの方は価格がね税込み165円、50円高いんですよね、税抜きで。で、まあ何が違うのかっていうのも気になったんで、まあね、50円高くなってるっていう部分で、ちょっとまあ気になって買ってみました。で、まあダイソーさんでね、もともと売ってて、前回セリアさんの方の、まあ、スマートフォンスタンド、このタイプのね、スタンド購入したんですけど、まああとね、キャンドゥさんのやつは買ってなかったんで、今回この際なんで、まあ、これをねワッツの方で150円で見つけたんで、まあ、ついでに、キャンドゥの方でもこちら買ってきました。ということで、あのダイソーのものと比べてセリアのものはね、ダイソーのものよりちょっと土台の部分が広かったり、まあ、高さがちょっと若干短い時のね高さが違うとか多少違いがあったんで、こちらの、ワッツとキャンドゥのもの、こっちキャンドゥのやつは100円のものですね、これとダイソーのもの比べてみようかなと思います。ちなみにですね、こっちワッツさんで買ってきた方のスマホスタンドは、株式会社クリエーションさん。はい、こちらの商品ですね。で、こっちキャンドゥで買ってきた方。こちらは、アクシスさんっていうところの商品のようです。こちらが真ん中のね、これがダイソーのスマホスタンドになるんですけども、これに対して後のね、今回はワッツとキャンドゥのもの、これをちょっと見比べてみようかなと思います。はい、ということで、まずは、どちらもね箱から出して、はい、確認してみようと思います。借金、これがまあパーツですね。どちらもねパーツとしては同じものかなと思います。まずこのねアームの部分も、見比べると形状がね若干違う形状はしてるんですが、こう伸びる、ああ若干ねやっぱ違いはねあるっぽい気がします。まあ一旦全部ね組み立てて比べていこうかなと思いますので、まず組み立てますね。左がワッツ、右がキャンドゥです。で、これ真ん中、これがダイソーのものですね。一応ね、ちょっとセリアのものは今ちょっとここ手元になくて、で、いつもちょっと山小屋の方に置いてきてしまってるんで、まあ、そっちは、まあ、前回のこのダイソーのものと比べたところのね、動画を見てもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、このダイソーのものと比較して、違いがあるのか、このあたりを見ていこうかなと思います。まずは、ワッツの方。まあ、このね、スマホのアーム、ホルダーの部分。これは特に両方ともこのアームが動くんで、まあ、しっかり固定される感じにはなりますね。で、ここにもクッション材がね、結構柔らかいクッションがここにはついてます。ただ、見てもらうと、これね、そんなに爪は出てないんですよね、この、ここの部分。だから引っかかりがそんなにない。ね、ダイソーとかのものと見比べると、まあ、ダイソーのも同じようなものかな。そうですね。ちょっとダイソーの方がこのクッションの厚みが若干厚いのかな。まあまあ、そんなに変わらない感じですかね。見た目もほぼ同じ。これがまあ、ダイソーのものですね。で、片やね、これキャンドゥのやつは若干形状が異なってますね。まあ、爪もちょっと溝は深い方かな。クッションの雰囲気とかも一緒。ホルダーのこの部分は、まあ、若干違いがあるかなっていう、その程度です。で、あとは、まあ、このアームのね、この部分に関しては、まあまあ、ほぼ一緒。全体的に、まっすぐにしてみて、まあ、作りというか、はい。これも3つともほぼ一緒ですね。見た感じは。で、今、最低のね、一番短いスタンドの長さにしてあるんで、この状態で見ても、ここのアームのこの
この部分までだけで、まあ、比較してみましょうか。まずダイソーのものが 15.5 ワッツのものが 16.5 キャンドゥが16ですね。だからダイソーのものが一番ここの部分に関してはこの高さね、これはねダイソーが一番短くて、次に5ミリ高いのがキャンドゥ、さらに5ミリ高いのがワッツという感じですか。ただね、これ土台の大きさが違うからか。あ、でもそうか。若干ね、アームのこの、多少は違いますね。この位置も。はい。やっぱり、それぞれに大きさ、若干違いはあります。で、あとこのね、土台の部分。これが、ダイソーのものが約11センチです。で、ワッツ。これも11センチですね。で、キャンドゥ。これが 11.5 です。ということで、キャンドゥのものがちょっと大きい感じですね。はい。だからどっちかというと、セリアのものに近いかな。こっちのキャンドゥで売られてるもの。うん。で、ダイソーのものとワッツのものはほぼ同じ。土台はね、一緒かなと思います。そんな感じですね。では、これね、伸ばしてみます。アームというか、このスタンド。一番長い段階にしますね。はい、ちょっと長くしてみました。これが一番ね、最長かなと思うんですけど、この段階でね、どこから測ろうかな。この、まあ、アームの高さでいきますか。比較的ね、計測がしやすいのは、ここのあたりのね、高さまで測ってみます。まずベースになるね、ダイソーのもの。これで高さが約30ですね。30センチ。で、ワッツのものが、31.5。キャンドゥのものがだいたい29です。ちょっとわかりにくいんですけど、伸ばした段階だと、キャンドゥのものが一番低い。キャンドゥが低い。でね、ダイソーが、まあまあちょっとベースにあって、このワッツのもの、これが一番長い、背も高い感じですね。まあ、ただね、そんなに大きな差はないんで、この差に5、まあ、ワッツのもの、これだけ50円高いんですよね。150円。あと100円の商品なんで、そう考えると、このワッツのスタンド、50円高い分、まあ、サイズもね、若干高い。それがまあ、どうかというとこはあります。まあ、サイズ感だけで言えば、そういう感じになりますね。はい。じゃあ、外すべて縮めたんで、アームの雰囲気は、まあまあ、スマホをセットしてもね、こんな感じですから、これダイソーね。で、次が、これワッツ。まあ、これも安定感という部分ではありますし、まあまあ、自由自在。まあまあ、こっちも、キャンドゥのものも、まあ一緒ですね。付け心地などなど含めて。という感じにはなってますね。まあ、このパッケージのね、表示も若干書き方が違うんで、一概に高さがね、どうかっていうのはあるんですけど、こっちもサイズ、表記がね、それぞれバラバラなんですよね。こちらのワッツのものは 6.5 インチまでのスマホに対応って書いてあるんですけど、キャンドゥのもの見たら 6.5 から9センチのスマホなんですよね。だからね、まあ、表示に関してはいろいろちょっと違いがありすぎて比較しづらかったんですけど、まあまあこれ広げたアームのね広がりとか見る感じでいけば、サイズはねどれもそうですね、使えるサイズ感は同じぐらいの、ものかなというところです。まあ 6.5 インチぐらいまでのスマホであればセット可能かなというところで、まあ今ねダイソー、キャンドゥ、セリア、ワッツと、どこの100円ショップ行ってもこのタイプのね、スマホスタンド、まあ、置いてあるんで、このタイプね、かなり使い勝手はいいなと、ずっと最初にね、ダイソーで販売された時にも思ったんですけど、その後、まあ各社、まあいろんなメーカーさんがね、同じようなものを出してるなとは思ってるんですが、多少ね、全く同じものっていうわけではなくて、まあこのね、スタンドのね、長さが若干違うとか、はい、まあこの土台の部分が、サイズ感が若干違うという。ね、サイズに多少の違いはありますけども、使い勝手としては、どこのお店で買ったものでも、まあ、大きな差はないかなと思います。
はい。なんで、まあ、その中で言えば、まあ、ワッツの150円というのはちょっと値段が高いかなと思いますね。まあ、こっち今回この、比較してみて、一応まあ前回のね、セリアのものも、概要欄にはリンクの方も貼っておきますんで、セリアのものも比較してみてもらえばいいかなと思います。結論から言えば、まあ、このタイプのね、スマホスタンドを使うんであれば、まあ、こういう卓上でね、使うんであれば、このタイプは正直便利かなというのは個人的な意見ですね。これ撮影の時もね、結構こういう、このスタンド使って、スマホで撮影してるんで、結構重宝してるんですけども、このタイプのスマートフォンスタンド、非常に便利なグッズかなと思います。大きな差はないということが、まあ今回ね、ダイソー、ワッツ、キャンドゥ、はい、3種類を見比べてもわかりますし、まあ、前回のセリアのものも比較していただいたら、よりわかりやすいかなと思います。こちらがね、株式会社クリエーションさんから発売されて、ワッツさんの方で購入したスマートフォンスタンド。ジャンコードこちらになります。こちらがね、キャンドゥさんの方で販売されてたスマートフォンスタンド。こちらは株式会社アクシスさんの商品になって、ジャンコードはこちらになります。ということで、こちら今回、スマートフォンスタンドの方、比較してみました。まあ、気になる方はね、各100円ショップさん、探しに行ってみてください。ダイソーさんだとね、最近ちょっともう見かけなくなってきてるかなと。お店によってはね、ちょっと見ないお店もあるなというのは印象にあるんですけども、まあ今、キャンドゥさん行ったりね、ワッツさん行っても、ワッツさんの場合だと、系列、ミーツとか、シルクとか、あとは、フレッツとか、いろんな系列の店舗があるので、まあそのあたり探してみてはいかがでしょうか。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。